公説100物語シリーズ5公説100物語5公説100物語は角川書店から刊行されている京極夏彦の妖怪時代小説公説100物語シリーズの第3作妖怪マガジン回のボリューム0011からボリューム0015まで連載された第130回直木賞受賞作江戸時代を舞台とした前作 続行説百物語とは趣を変え、明治時代に時代が移り、老人になった山岡百助の回想という形で数十年前に、またいたちが実行した仕掛けが語られる。また、百助が自分から事件に関わるのではなく、四人の青年から怪事件の相談を持ちかけられるという形式に変わっている。舞台は続行説百物語から、 さらに時代が流れた明治10年。東京警視庁一等巡査、矢作県の進むが持ち込む奇妙な話や事件を笹村四次郎たち友人は協力し、解決を試みる過程で、毎度のようにやげんぼりの一泊沖縄の元を訪れチェを借りる。彼らは老人がかつて体験した奇妙な体験談を聞くうちに現在、追っている事件の謎を見つけ出していく。 主要登場人物は公設100物語シリーズを参照。島が人夜にして海に沈むのかという話をしていた四次郎たちはヤ原ンボの一泊沖縄のもとを訪ねる。そこで老人は40年ほど前に自らが小川半島の向こうにあったというエビス島で体験した事件のことを話し出す。品川宿の旗子の庭にそびえる大柳にまつわる。 奇怪な騒動が一段落し、江戸に戻る途中のことであった。両国で起こったぼや騒ぎが発展し、油空き内の根本屋が全焼した。犯人は根本屋の誤妻だと見られたが、彼女は5年前に死んだ前妻の顔をした火の玉が火をつけたと証言する。頭を抱える剣の進むは、四次郎たちと共に一泊沖縄の元を訪れると、 老人はかつて摂津で起こった開火にまつわる事件のことを語る。京の片平辻で起きた奇妙な事件の後、大塩平八郎の乱の翌年か、翌々年のことであった。池袋村の旧暇で起こった蛇塚の祠に入っていた毒蛇による死亡事故。蛇はどれほど生きるのかという話題を、四次郎たちが一泊沖縄の元へ持ち込むと、老人は三十数年前にその祠ができた時、 自分もそこにいたとして、その時のことを話し始めるのだった。野方村で山男にさらわれた娘が子供を連れて帰ってくる。山男とは実在するものなのか、という議論に行き詰まった四人組は一泊沖縄のもとを訪れると、老人はかつて、遠州秋葉山で自らが体験した山男の話を始めるのだった。揺ら工房郷に、青鷺は光。 人に変ずるのかと尋ねられた剣の進むは、四次郎に質問するが明確な答えは得られず、一泊沖縄の元へ向かうこととなる。老人は、また一と関わりを持った最後の仕掛けを話し出す。それは、北林の大事件から4年ばかり後のことであった。百物語をやり終えると本当に怪異が起こるのか、と、小厚市共和弟子たちに尋ねられる。その話を、 工房教から持ちかけられた剣の進むは、それを検証するために百物語の会談会の幹字をすることとなる。一泊沖縄、その会にある寺の住職を呼んでほしいと頼むのだった。ありがとうございます。